宇和島市対馬町の日本庭園南楽園で古代のハスとして知られる大賀ハスの花が今年も咲き始めました。大賀ハスは千葉県にある弥生時代の遺跡で見つかった3粒の種から発芽させ育てたもので2000年ハスとも呼ばれています。今年は先月23日に一輪開花してから順次咲き始め、今日は淡いピンクの花が3輪開きました。このハスは午前中だけ咲いていて、花は4日ほどで散ってしまうということです。南楽園では大賀ハスの神秘とロマンに触れてもらおうと、あさってから今月7日までと今月12日から15日までの7日間は開園時間を午前6時半に早めて鑑賞会を開催する予定です。この貴重な花をぜひ南楽園に見に来てください。